こんにちはクロマチックハーモニカ講師の北村さえです今回から幸せ音楽ライフすべての楽器愛好家が趣味で幸せになるためのメソッドというシリーズの投稿を始めたいと思います第1回目の今日は練習へのやる気が出ない時に自分を責めない方がいいですというお話をしたいと思います ハーモニカ教室でのあのある生徒さん、ここでは A さんとしますけれども、A さんの事例なのですが、お仕事の忙しい時期が続くなどしたことで、少し疲労が止まっておられたようで、練習への意欲がかなり低下されていた時期がありました。当教室では原則として月2回レッスンを受講していただくシステムをとっているのですけれども、 とりあえずレッスンには来られるんですがほぼ練習をしない状態で来られるといったことが何度か続いていましたその度に私は、まあ、そういう時期もあるものなので、まあ、レッスンの時間に練習をする気持ちでもう気軽に来てくださいっていうふうにあのお伝えしてたこととあと罪悪感を持たずに、まあ、そういう時期もあるさと割り切っていただいて大丈夫ですっていうことをずっとお伝えしていました。A さんは 当教室に10年以上通っておられてこれまで難易度の高い楽曲にも取り組んできておられたんですけれども練習で取り組む曲をその場でもすぐ演奏できるような入門者向けのものに変更してレッスンの時間で仕上げられるようにしていました。 そういった状況が23ヶ月続いていたと思うんですけれども休まずにレッスンを受講されていること自体がもう素晴らしいってい私は感じていてまある日レッスンに来られるとあの A さんのハーモニカの音がすごく柔らかくなっておられたんですけれども。 久しぶりに自分から進んでハーモニカの練習ができてその時間がとても楽しかったっていうふうにおっしゃっていました4月に開催したミニ発表会にもエントリーされて曲,曲目も少しアレンジのある楽曲を選ばれたのですけれどもしっかりと不読みと練習もされて当日は素晴らしい演奏を聴かせてくださいました そのの時ににに練習ししししなないい自分を認められるよううりましたたたううおっしゃっゃてたのがすごく印象的でしたあるがままの自分を認めるっていうことを専門的には自己受容というふうに言うんですけれどもこれはとても大事なことで A さんの場合思うようにいかない自分自身を認めることで気持ちが楽になって再び、まあ、ハーモニカを楽しむことができるようになられたのではないかと思っています。 私自身も A さんが練習せずレッスンに来られていた間 A さんにとってハーモニカが幸せのツールでなくなったのであればもう残念やけどもいつでもやめはったらいいかなっていうふうに思ってましたただレッスンに来てくださってる間はもうとにかくその時間を楽しんでいただけるようにもうそのことだけを考えてレッスンをさせていただいてました A さんの場合は 再びハーモニカを楽しむことができるようになられましたけれどもそうでなかった場合は幸せににななるたための別の別ツールをもう探さははっっっらいいかなっていかううててうう私思ますで趣味なんでいつでもやめられるし自分での幸せになれるツールっていうのはもう選択できるって思っておくことも大切な要素なんじゃないかなっていうふうに思います。 以上、今回は練習ができなくても自分を責めないで認めた方がいいですよっていうお話をさせていただきました。少しでも参考にしていただけましたら幸いです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。